川先生の下で働けるとは光栄です。いやいや、まあこちらこそ。ああ、富樫君だっけ。はい。海外の病院では随分活躍されていたみたいで。ああ、いやいや、まあ、大いに期待してますよ。いや、でも随分人は殺してきましたけど。まあそれも勉強のうち。おかしなもんで、人間なんてこういう職業は人の命なんて何とも思わなくなる。そうなんですよね。自分の神経が壊れてきます。新しい実験へと、なんかスカッとしたいんですよね。どうせだったら病気で死ぬよりも、あ、こう人が戦って死ぬような。ねえ、俺は刑事じゃない。戸橋君もそうなんだ。実はさ、これ架空闘技。そう、君さ、口固い。やつは刑事ですよね。話は聞いてました。どうかな。いい加減楽になったらどうですか。あの人が阿垣刑事だって。しつこいな。やっぱり信用できないか。いいパートナーになると思ったのに。足がつかないうちに早速道座さんに知られると命がありますね。それと一番大きなモニターを用意してください。わかりました。これで俺も良三さんの右腕になれる。ああ、そのまま実行してくれ。署には俺から報告する。それと、もし俺に何があったとしても、そのまま捜査を続けてくれ。Yeah!
なんだ、ずいぶんぬるいな。こんなんじゃ客人たち喜んでくんねえじゃねえか。あ、そうなんですが、このダンダジン裏で結構無茶やってるみたいで。それにしちゃ最後の一発で結構フラフラですから、やっぱり1日4試合っていうのはきついんじゃないですか。そっか、まあいいや、客人の反応見てみろ。こちらです。全てクライアントの方々、今回は B ランクが多かったみたいです。代議士の富様、総合病院の岩田様は A ですね。まあまた。次回のパーティーはいつ頃？それはお前に任せるよ。で、だってはまだ動けんのか？相当ダメージがあります。すべてわかりました。それでは各自送信してください。行ってきます。行ってきます。気をつけろよ。ばっかりしないでよ。だってさ、だいたいこのパン私が食べるはずだったんだよ。いつもお姉ちゃん人のパン食べるんだから、すっごい楽しみにしてて、昨日の夜からそのパンをイメージして、朝起きたらどっちでもいいでしょ。なんでだったら最初から変えてくれればよかったじゃん。あー、もう分かった分かった、ごめんね、お姉ちゃんが悪かった。囲碁気をつけな。なんて囲碁将棋、飛車を動かして箱をここに置いて王手とした。あのね、毎日毎日そのセリフ聞いてんだけど、ちょっとは学習しなよ。あ、やったい。授業始まったよ。どうすんの？五十嵐隆。はい。伊丹五郎。はい。岡山徹。はい。北村丈。はい。小林直也。はい。田中実。はい。
浜大輔、本間哲、松田健一、あがきミラノ、はい、あがきラン、はい、セーフティーじゃないよ、二人とも遅刻だよ、遅刻遅刻、前らしまいな、すいません、明日から、あ、気をつけます。まあいいや、座れ。はい、次、秋原玉木、笹萌桃子、浜中さつき。どうなの、まだいけるの？そうですね、かなり負傷が。そっか、まあ随分頑張ってもらったから、うん、少し休んで次も頑張って客人喜ばせて。それなんですが、一つ聞いてもいいですか？いいよ、何でも聞いて。この試合のクライアントたちは一体どんな人たちで、どこで見てるんですか？おい、説明してやれ。はい、うちのシステムはお金が有り余っているお方々が人間を殴り合う姿を見て楽しんでいる。もっともそんなことが警察に知れたら大変ですから、もちろんそこら辺は気をつけてカメラを設置、クライアントたちには直接パソコンで配信しております。しかも LINE って、それが知りたかったんでしょ、刑事さん。足がつかないようにきっちりしとけよ。ご心配なく。そっか、なんかよ、こう盛り上がるものを持ってこいよ、じゃねえと客ついてこねえじゃねえか。本当はよ、今みてえなデカがやられるところを配信した方が客喜ぶじゃねえのか。ごもっともです、検討しておきます。オーナー、松平が用意したコマはそろそろです。次は使えるかな。つわものだな。厄介もんだね。いやいやいや
さ、お姉ちゃんだから遠慮してないでさ、こうパーッと行ってやりゃいいよ。どうせパーッと行けいけ、そうか、言っちゃしまって。まあ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 、なにこれ、なにこれ、褒めないで。ここは一つ私のこの顔を立てて立てて。でもさ、いいよね。な、何が二人。え、うちら、どこは、いいよね。なんだかんだ言って仲いいじゃん、二人は。うちなんかもう最悪。そういえば、陽子んとこってさ、弟だよね。うん、ちょっと、でも何、姉ちゃん、どうしたの、ね、どうしたの、うん、何ノート、ノート、陽子の弟、トップなんだってノート、ノート、ここの姉妹とはちょっとなんか全然違うよね。いい加減にしてくれよな。俺が恥ずかしいんだよ。忘れてる。頼んだよ。バカにされちゃうんだよね。なんかね、なんかね、うちもそう。いつもミラノがブツブツ言ってるからさ。まあ私は全然気にしないんだけどね。しかも大人だし。ちょっと待ってお姉さん。何ですかそれは。私のまるでガキみたいじゃん。そう。だいたいね、姉妹揃って同じ学年同じ教室にいること自体が恥ずかしいんだよ、分かってんの。はい、いくら事情があるって言ったってね、ふざけてるよ。はぁ、あ、しょうがないでしょ、単位取れなくてよ、留年してくかよ。なることじゃないでしょ。何年留年してるの、あなたは。これだけ。あの、また始まった、また始まった、もう教室行こう。もう長いから、行こう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 。ちょっとお姉ちゃんさ、ほんといい加減にしてよ。お願いだからさ、ちょっとでいい、ほんのちょっとでいい、ほんの一握りでいいから真面目にやってよ。あー聞こえない、あ、何も聞こえない、聞こえない、あ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 、ここはどこ、私はやれ、あ、ここはどこ、私はやれ、あ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 、今日もバイト？うん。あんたは？うん。あ、ご飯食べてきちゃうから、まかないでるし。そっか。じゃあ私もどっかで食べてくるかな。ねえ、カップラーメンとかダメだよ。分かってるよ。私だってね、毎回毎回カップラーメン食べてるわけじゃないからね。ちゃんと作って食べてるし。あれ？おかしいな。この間ゴミ出し行った時さ、カップラーメンの入れ物がたくさんあったような気がしないでもないけど、
まあ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 、固いこと言わないでさ、うん、ね。お姉ちゃんとこ定食屋さんだっけ？なんでご飯出ないの？おう、うん、あんま美味しくないんだ。なんでも食べるお姉さまにも好き嫌いがあったんだ。強くないとダメだよ。本当大丈夫？大丈夫だから来てんだよ。今すぐここでやってやるよ。ずいぶん自信があるね。でも試合はまだ先。追って連絡するから連絡先を。そんなの待てねえんだよ。こっちはうずうずしてんだよ。そんなに先走らなくても。まあ、いいでしょう。てめえ女くらー、こんなやらー、てめえ女くらー、くらー、全く生きがってるだけでダメですね、女は。失礼しました。あなたは別です。木野くん、アキラさんを魚でしちゃダメだ。多分この方が出たら右に出る者はいない。はい、もちろんです。口が滑りました。申し訳ございません。ところでどうします？松平に連絡してくれ。まったく、アキラさんみたいにもっと強い女性いないですかね。どうですか？ダメでしたか？後始末するんでそこに置いといてください。あ、表のファイターでいい素材が見つかりそうです。わかりました。それじゃあ後ほど。
ねえ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 、今日はね、間違えなかったんだ。そんなことより今日も遅刻か。今日は大丈夫です。じゃあ、行ってきます。行ってきます。おう、いらっしゃい。元気出せよ。ため息ついてっとよ。幸せにゲッツな。そうだね、うん、ほら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 、お姉ちゃんのパンちょっと分けてあげるよ。なんだったら明日のパンもちょっと分けてあげようか。はいはいはい、いらっしゃいいらっしゃい。はい、どうするどうする、うん、あ、じゃあ1割引き、2割引き、5割引きまでいっちゃおう。ほんと二人ともパン好きだよね。私はもっぱら米派だけどね。よくそんな感じ。そういうわけではないんだよね。なんでさ、弱いんだ。ほら、うちってさ、両親亡くなってから知り合いのおじさんとこに住まわせてもらってるから、これが一番楽なんだよね。でもさ、コンビニのおにぎりとかもあるじゃん。ナイスキャッチ。またマサル。Thank you.
ちょっといいかな。はい。君、格闘技やってんの？え？どれくらい？なんですか、いきなり。実はさ、俺、ある組織である試合をしてるところ知ってるんだけど、興味ない？何なんですか、いきなり。あんな試合出てるんだ。どうせ金が何かに困ってるんだろう。悪くない話だと思うんだけどな。君ならいけるよ。それって危ないんでしょ？多少はね。それぐらいのリスクを負うだけの金額が出るよ。ボロボロになるまで1日3試合から5試合、たかが賞金は知れてるでしょう。対戦相手のレベル的には今とそう変わらないと思う。俺は紹介屋だから、強いやつを探してそこに入れ込むだけ。裏で動いてる試合だから、勝てば間違いなく賞金はあって、もちろん一回のみの参加も OK。 どうする？一日考えさせて。それじゃあまた明日。どうしたの？お姉ちゃん。え？え？何が？ここ。これね。いや、バイト先でさ、荷物運んでたら落ちてきちゃって。大丈夫？なんか疲れてるみたいだよ。大丈夫大丈夫、うん。それよりさ、昔よくいじめられたよね。揃ったよ。なんともなんとも、少しは言い返しなよ。まったくよ、貧乏なくせにして学校なんか来るね。うるさい、貧乏をなめんなよ。うるせえ、だってよ。ピンポ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 。大丈夫？もう少しは言い返さなきゃダメだよ。姉ちゃん。お姉ちゃんは大丈夫、こんなの。もうしょうがないな。はい。
お姉ちゃんよくかばってくれたよね。あのさ、ミラの大学行きたい？そのつもり。そっか、よし。あ、お姉ちゃん、あのさ、大丈夫だよ、私自分で大学行くから。え、ごめんね。知ってるよ、なんでお姉ちゃんが留年してるか。バイトで出席足りなかったり、テストわざと受けなかったり、私の大学資金貯めてるの。何言ってんの、そんなの。お姉ちゃんはお父さんとお母さんが亡くなってからずっと私を守ってくれた。本当感謝してるよ。でもね、私もちゃんとバイトしてるし、自分でなんとかできるから。お姉ちゃんこそ大学行きたいんでしょ。行こう。ほら、私さバカだし。ミラノ、一緒に大学行こう。ほら、ずっと一緒じゃん。ずっと二人っきり、何するんでも二人一緒。お姉ちゃんとはずっと一緒にいたいし。ミラノ、ありがとう。何言ってんの、私の方こそありがとうだよ。そうだね、お金なら、お金なら何とかするからさ、一緒に大学行こっか。頑張んないとね。私も頑張る。ああそうだ、明日さ、桃子んとこ泊まりに行ってもいいかな。うん、いいよ。じゃあ私も出てくるかな。どこに？もしかしてデート？へへ、なわけないか。え、少しは楽しめそうだね。女性も多いし。強いな、この子たち。もちろんです。多分過去最高の医者を見せてくれるかと。そっか。じゃあクライアントオールへ出してくれるといいね。うん、そうすりゃ次回からさらにマネーアップ。やめらんないよね。ごもっともです。どうも。それでは交渉していきます。期待しててください。おい、やつは大丈夫か？あ、調べた中では特に問題は、うん、まあ何かあったら消しちゃいいか。ここでは投資機関のキャッシュフローに基づいて、届いてる方あげる。何こんなところで姉妹二人浸っちゃってんの。ここから眺める景色好きなんだよね。私も。確かにちゃんと見たことなかったかも。気づかないことってたくさんあるよね。そうだね、毎日毎日通ってるから分かんなかったけど。
お前いい加減にしろよ。なんだ弟、2年か3年に逆らうの。うるせえ、姉ちゃんバカにするな。姉ちゃんはな、確かに見かけは悪いけど友達思いのすっげえ優しい奴なんだ。てめえが何がわかる。宗一郎、いいよ、ありがとう。大変なんだって。早く麻生くん、本当のこと言ったらどうだ。男なら言ってみろ。今まで見てきた中であなたが一番強い。期待してるんでお願いします。ここで着替えて。分かった。多額の金かけてるから期待してるよ。クライアントの皆さん、本日はこの楽しいゲームに参加いただきまして誠にありがとうございます。今回も凄まじい血の争いが見れると思いますので、どうぞご期待を。それでは早速第一試合会場へモニターを移します。それでは第一試合、コマンダー D vs 闇のファイターガール。なお今回のシード選手は闇のファイターストイック選手。
かいい試合だね。額の金かけてんだから頼むよ。やっぱり女の子の試合いいね。第2試合、忍者影武士バース無敵ファイター、チェス。俺は幼い頃から空手、柔道、キック、合気道、少林寺、カポエラ、全ての格闘技を身につけてきたが、一番体に合った無敵で勝負をつけよう。レディーファイト。兄貴は敗れたが、俺は兄貴とは違う。どんな相手だろうと、たっぷり可愛がってやるぜ。闇のファイターが女か。レディファイ
やるねこの子、女のくせに。いい線いっちゃな、いいよ。よし、今回は女二人か。随分クライアントたちも喜んでいます。これから例のもの二人に仕掛けておきます。頼んだよ。最終ローン制限時間は1時間。まあ、この敷地内から出ることが許されるので敷地内を出れば100万ほどと電流を流れ一瞬にして眠れるという。対戦相手を探し出し1時間以内に決着をつける。それで試合開始。Ready? Fight!
ミラノ、いいからとりあえず戦って。でもいいから。Thank you.
いい？ミラノよく聞いて。私が犠牲になる。あんたは生きて。何言ってんの？そんなことできないよ。20秒前。このままだと二人とも死ぬよ。お姉ちゃんは大丈夫。一緒がいい。ミラノ。うん。バカ野郎、早く何とかしろよ。申し訳ありません。至急調べます。その必要はない。お前はなぜ生きてる？裏のデカを甘く見るな。随分手の込んだことをしてくれたな、死に損ないの刑事さん。うるせえ、少しは黙ってろよ。そちらの道座さんのようにあんたは賢いけど、うちらはもっと賢い。どこが賢いんだよ。あ？
そいつを話せ。こいつがどうなってもいいのか。悪いな、刑事さん。そいつはもともとうちの会員の死ぬ覚悟で来た人間。よかったら煮るなり焼くなり好きにしてください。死んでもらおうか。どういうことだ。だからうちら頭いいって言ったろ。そいつは俺の部下だ。助かったから、それだけでも。送るから、そろそろ帰ろうか。もう二度とこんなことしちゃダメだぞ。でもさ、刑事さんも知ってて、うちらを。え？いや、それは。ミラノ、刑事さん困らせちゃダメだよ。まあ、こういうことにしようか。たまたま通りかかった二人の強い姉妹がたまたまそこにいた悪い組織と出くわし、たまたま倒した。でもってうちら刑事もそこを通りかかり協力してっていうのはどうだろう。先輩。そうですね。うちらもその方がお互い持ちつ持たれつってことで。気をつけてね。はい、はい、ねえ、あなたたちのお父さん、すっごい優秀な刑事さんだったんだよ。え？今回の事件を一番最初に暴こうとした人、勇敢で刑事の鏡だった。そっか、すごいね、お父さん。二人ともしっかり生きるんだよ。お父さんに負けないぐらい。はい、はい、
というわけで表彰されました。すごいよね、ほんと、やってくれるよね。それ聞いた聞いた。でもさ、なんか聞く話だとたまたまらしいよ。たまたま？うん、たまたま悪い人がいて、キッ、パンチみたいな。え、何それ、なんかと、なんかね、わかんないけど、楽しいんだよね。あ、でもさ、まあボケボケ姉妹だもんね。あの二人ならありえる、ミラクル、ミラクル、ありえる、ミラクル起こすで。でもさ、聞いて、さっきから後ろ超気になるよね。本当に気になる。超うざいんだけど。うざいとかじゃないでしょう。まさかの展開。っていうか、私も彼氏欲しい。田中先輩。なんでよ。ねえミラノ、ずいぶん前のことなんだけどさ。何？あんたは知ってるのかな。何が？うん、あの刑事さん。そっか、あの時の。ねえ、何が？パン買ってくる。あー、ちょっと待ってよ、お姉ちゃん。何が？
見事にやられたね、クソ刑事だな。ま、次は The end.